ジョン・カー・ペンターの要塞警察は1976年のアメリカ合衆国のアクション映画90分カラー。日本では劇場未公開。監督のジョン・カー・ペンターが1959年の西部劇リオブラボーの大ファンであったため舞台設定を現代に置き換えてオマージュとして作った作品。なお、カー・ペンターは2001年に再び 設定がよく似ているが火星を舞台としたゴースト・オブ・マーズを監督している。また、2005年にはイーサンホーク主演でアサルト13要塞警察の台でリメイクされている。現代中のプリシンクと13は直訳すると、第13管区あるいは簡潔に訳すと13文章となる。ただし実際に登場するのはプロシント9ディビジョン13でしばしば、 アンダーソン書とも呼ばれる。カーペンターが脚本段階で付けたタイトルはアンダーソン・アラモだったが、配給時に C 字と変更された。さらにポスプロ段階でカーペンターのタイトルは却下され、現在のタイトルとなった。13という数字は不吉な漢字を出すためにタイトルに入れられた。1980年に、 東京12チャンネルで放送された際のタイトルは、要塞警察、ウォリアーズ、夜の紫外線。ビデオ発売時のタイトルは、ジョン・カーペンターの要塞警察、ストリートギャングの大襲撃であった。ストリートギャングにアイスクリーム屋と一緒に娘を殺され、犯人の一人を殺して追われる男が警察署に逃げ込む。旧文書は、明日の移転を控えて電話も使えず、 わずかな書院が残るのみだった。凶悪なストリートサンダーと呼ばれる男たちによって完全に包囲され、やがて小音銃を使うニャングたちの攻撃が開始された。黒人の囚人はちょろっと聞いて顔色を変え、車で連絡に向かうが殺される。偶然護送中に病気で収監されることになった死刑囚と警部補になって初日の黒人警官と 女性職員が協力して迎え撃つ。巡回する警察官たちも異常を感じず通り過ごしていく。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。